はい、生態野菜院長の浅井です。今日はですね、例えば、生態、岡崎というキーワードで、Google 検索したときに、1ページ目一番上に来るようにするにはどうしたら、できるのかという SEO 対策の2019番で一番新しい、対策方法について、勉強していきたいと思います。はい、じゃあいきますね。はい、2019年のトレンド、サイテーション。サイテーションとは第三者に対象となる店名や商品名、サイト名について言及してもらうことが挙げられます。この数が増えることで順位に良い影響を与えると言われています。効果としてはヘリンクと似ていますが、サイテーションの場合は対象となるサイトへリンクされる必要はありません。そのためウェブサイトだけでなく Twitter のような拡散性の強い SNS がより効果的です。ただしあくまでも自作自演ではなく自然に引用されたものが必要です。また内容によってに関しては好意的なものが望ましいです。サイテーションの構築にはブランディングの確立が必要不可欠です。話題になりやすい CM の放送や動画広告などを行うというでしょう。そういうことか。はい、ですね、SEO 対策、はい、もし Twitter を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ生態院浅井のですね、ホームページをリンクつけて、ですね、いいよと、ここいいよと言っていただけるといいっていう、 SEO 的にもその Google の上位が上がるんだっていうことが今分かりました。はい、次、ですね、ナレッジパネルとは、ナレッジパネルとは特定のキーワードを検索した際に検索結果の右側に表示されるキーワードの情報をまとめたパネルのことです。2018年からさまざまなキーワードにてこのナレッジパネルが表示され、逆に強調、スニペットの数が減ってしまったという現象が起きています。 SE 対策とは関係がないように思いますが、今まで強調、スニペットが検索結果に表示されていたサイトの場合、ナレッジパネルが出現したことによって消えてしまっている可能性があります。強調スニペットによりアクセスの恩恵を受けている場合は、ナレッジパネルの表示によりアクセスが減っていないかどうか確認するというでしょう。2019年はさらにナレッジパネルが増える可能性があります。はい、ナレッジパネルは特定のキーワードを検索した際に検索結果の右側に表示されるキーワードの情報をまとめたパネルのことですと。そんなあったかな、ちょっと調べてみますね。ちょっと出てこないですよね。これはちょっともっとスルーします。よくわからないんで、はい、ヒリンク、サイテーションだけでなくやはりヒリンクによる SEO 効果は未だに捨てきれません。以前ヒリンクが効果が全盛だった頃に比べるとその効果は落ちていると言われますが、まだまだランキングで上位を獲得するにはやはりヒリンクが必要です。こちらもサイテーションと同様に、自作自演によりヒリンク施策を行うことは NG です。ペナルティの対象となる可能性があるので自然のヒリンクを集める努力をしましょう。はあ、そういうことか。ヒリンクね。はい、もしまあ過去に生態院の浅井、うちの生態を受けていただいて、良かったなって思っていただいた方で
もし、ブログだとか SNS だとか持っている方がいていましたら、ぜひ整体院野菜の、URL をですね、貼っていただいて、クリックできるようにしていただけたりすると、私のサイトが上位に行きやすくなるということなので、もしご協力いただける方見えましたら、ぜひ整体院野菜のお店の、リンクを、ご自分の、SNS や、ブログやサイトに、紹介とともにですね、どんな言葉でもいいので紹介いただけたら、すごく嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、次はですね、大量のコンテンツより質の高いコンテンツ、インデックスの数の多いサイトが評価されやすいのは事実ですが、内容が乏しいコンテンツは大量に生産してはいけません。きちんと数を増やすことに注力するのでなく、独自性のあるものはユーザーにとって有益な情報を提供することが大切ですと。コンテンツの質は、検索結果の順位を上げるために最も重要な要素であることは長年にわたり言われ続けていましたが、2019年の SEO 対策としては変わらず最重要と言えますと。コンテンツイズキングってよく言われますからね。はい、僕もうちょっとですね、記事はですね、SEO のためにどんどん、質を上げていこうかなっていうふうにちょっと今思いましたので、いい勉強になりました、これは。はい、検索結果のリッチ化、構造化データマークアップを施すことで、検索結果のリッチ化が可能です。例えばページ内の表示の商品のレビューの表示や URL をパンクズリスト上に表示させることができます。検索結果をリッチ化させ、サイトへのアクセスを積極的に促しましょう。また2019年1月に Google for Jobs が正式にリリースされます。 Google for Jobs はエンリッチリザルトの形式で求人情報を表示させるもので、すでに100国近くの国で実装されていますが、ようやく日本でも利用可能となります。 Google for Jobs では、求人情報にジョブスポスティングス、ジョブポスティングの構造化、データマークアップを施しています。これはできますと。検索しないユーザーがかなり多いことを考えたコンテンツ作り、スマートフォンの普及により、スマホ、モバイル表示での SEO 対策に関する需要が高まると同時に、検索しないユーザーが増えていることも認識しておきましょう。 SEO を目的としたコンテンツ作りに注力してしまうと、どうしてもユーザーではなく検索エンジンに分かりやすい文章や構造になりがちで、近年は SNS の利用により、検索、機能自体が利用するユーザーが減ってきました。そこで SEO を目的としたコンテンツだけでなく、 SNS を意識した拡散されるコンテンツ作りも同時に行うようにしましょうと。ユーザーにより広められたコンテンツは結果としてブランディングを高めるとともに、サイテーションを増やすことにつながりますね。なるほど。まあやっぱ YouTube とかもいいかもしれないですね。これ音声検索、昨年から CM などにより、音声、検索の認知度がさらに高まっています。特に OK Google や Hey Siri という音声検索の方法を一般的に知られるようになりました。音声、検索を利用するユーザーが増えるということは、それに伴い音声検索の SEO 需要も高まるということですと。では音声検索に出やすくするにはどうしたらいいんでしょうか。スマートスピーカーの Google ホームから1万件の音声検索の調査バックリンクを調べによると、以下の11項目において興味深い結果が出たということです。ページの表示速度が速いサイトが評価されやすい、検索されるサイトの数が多くて多く検索されるサイトの数、サイトの多くが HTTPS 化されている、検索語句に対してシンプルな回答、
文字数が少ないが選ばれやすいと、構造化データ構造化データは音声検索に対してあまり効果的ではない。権限によるドメインオーソリティの高いサイトはヒットしやすい。 Facebook や Twitter といった SNS の反響が多い方が良い。シンプルで読みやすいコンテンツが音声検索の SEO には役立つ。タイトルタグの検索語が含まれているページはあんまり選ばれない。音声検索の回答はページ内の一部を抜き出している傾向にある。 PC の検索結果で上位にいるサイトが回答として選ばれやすい。強調スニペットが表示されやすい方が音声検索には効果であるだろう。まとめ、2019年の SEO はモバイル意識した基本を忘れずに対策しましょう。2019年の SEO 対策はモバイル表示に対した結果が、はい、ということですね。はい、2019年の従来通りで OK。まず断言しておくと、2019年の SEO の柱は大抵の人にとっては従来通りで十分です。ヘリンクの獲得、サイト、著者のブランド化。ヘリンクの獲得いいんだな。もし、ですね、生態院野菜をですね、お店をヘリンクとして、ヘリンクとか、何でしたっけ、推奨のお店として貼っていただけるようなお店があるようでしたら、ですね、ぜひぜひ使ってください。うちのお店を宣伝して、ホームページ上や SNS で紹介していただけることは本当に非常にありがたいので、ぜひ紹介非リンクをですねリンクをどんどんつけて、パワーアップさせてください。うちのサイトをですねよろしくお願いします。はい、あとサイト、著者のブランド化、サイト設計、記事設計、これだけをきちんと考えてやっていきましょう。2019年の SEO でもそこそこ問題なく戦えるはず。むしろ向こう数年はこの手法がずっと適用できるはずです。これでも多いと思うなら、まずは非リンクの獲得、まずは私が本を書いたりするということですね。著者のブランド化、本を書くというか、ブランド化ですかね、サイト設計、記事の設計、記事をもっと考えて作れということだと思うんですけども、これは難しいんでね。はい、非リンクの獲得、これだけにまず注力を、この3つを少しだけ掘り下げて書いています。非リンクを集めよう。今でも SEO で非リンクは最重要ですと。他のほとんどをおろそかにしていても、ヒリングがめちゃくちゃ集まってるなら SEO ではとても強いです。いろんな人とヒリングを総合に張り合う、総合ヒリング採用ができる方がいらっしゃったら、ぜひしたいさせてください。はい、ハテブつけてもらうとき、ハテナブログをつけてもらえるような保存型のコンテンツをたくさん作る。はい、ブックマークしてもらえるようにする。ブックマークしていただけるといいんですね。ぜひ生態院野菜のホームページをですね、ブックマークしていただけると嬉しく思います。あと SNS などにでとにかく記事一つ一つを目立つように拡散させる。なるほど。サイトも自分の名前も有名になるように SNS で自分自身が目立つといった地道なことをやっていけば、大体非リンクは後からついてきます。私がいただく非リンクがつかないというご相談の9割以上がこれで解決していますと。このあたりを理解した上で、さらに2019年の SEO を目指していきましょうと。そうなんだね。そうなんですね。サイト構築をきちんと設計しよう。
Google が高く評価するコンテンツの最低条件の一つが整理された情報です。これは今の SEO の根底にあるスキル。はい、とにかくサイト設計の要要はとにかく一つ一つのページで伝えたい情報を明確にする。一つ一つのページで検索上位を狙うキーワードを明確にする。トップカテゴリー、なるほどね。はい。カテゴリー、個別記事の役割。まあいいや。扱うテーマが曖昧、逆にサイト構築でやってはいけないのは扱うテーマが曖昧、サイト内のどの記事でどんな情報を伝えるか曖昧、記事間で情報を重複する。もしこれがピンとこないなら本を作るつもりでサイト設計をしてみましょう。 SEO 業界では太古の昔からサイト設計すなわち書籍の編集であると言われていますと。記事の段落等の設計、記事全体のテーマで何を伝えて、段落ごとでどんな情報を教えてあげるか、最初から最後まで読者にどんな心理変化をしてほしいのか、最後に読者にどんな行動をとってほしいのかを細かく設計しますと。この段落はついにこれについて語るよと明確に設計してあることを伝えましょうと。なるほど。はい。いい勉強になりましたですね。おっと、Google 大変動。これちょっと見てみます。2019年7月31日と、8月2日に Google で大きな順位変動。よいしょ。SEO 内部対策クローラー最適化。Google このクローラーに最適な生活かつウェブサイトの情報やコンテンツの質を伝える対策が、内部対策ですと。クローラーをサイト内に誘導する、つまりクローラーをサイトに誘導する内部対策 SEO にとって最重要なのです。クローラーが全く回っていないサイトやクローラーの循環が少ないウェブサイトが上位、検索上位を取ることはありません。このクローラー検索数循環数と Google からの評価は密接な関係にあることを理解しておきましょう。ナチュラル非リンクを集める、サイトマップを作成送信、タイトルタグに SEO キーワードを設定。ナチュラルな非リンクを集める、だいたいどこも同じようなこと書いてありますね。はい、ですね、今日は本当、まあ今まで勉強したかったことが勉強できてすごい良かったんですが、もうだいぶ昔ですね、まあ何年前だろう、2012年ぐらいだからもう7年かぐらい SEO をやってますけど、基本はですね変わってなかったっていうことが分かったのが本当に今すごい価値を感じてるなっていう感じなので、はい、もし生態野菜にぜひですね、生態野菜のホームページの、リンクをですね、もし
SNS、 皆さんの中で SNS や、ホームページをお持ちの方で私のお店をですね、リンクを貼り付けてもいいよって、紹介してもいいよっていう方が見えましたら、私は大歓迎ですので、ぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、今日も生誕野菜24時間営業でやっておりますので、ご来の方をお待ちしております。はい、ありがとうございました。またそうですね、はい、よろしくお願いします。失礼いたします。ありがとうございました。